アスカさん、ちょっと私、体調を崩してしまったみたいなのよ。熱が高くて。申し訳ないけど、薬を買ってきてもらえないかしら。どこかへ出かける予定だったのか。綺麗に身支度を整えたアスカが、怪訝そうに私を見た。なんで私が、と彼女の目が言っている。できれば病院に行きたいのだが、一人では外に出られそうもない。アスカだってきっと連れて行ってはくれないだろう。ならせめて、解熱剤だけでも飲んでおきたかった。買い置きがあればよかったのだが、あいにく切らしてしまっている。知らないわよ。他人の世話なんかできません。私忙しいの。これから友達とランチだし。じゃあね、お大事に、と、あまりにも無情に言い放ったアスカが、きっと私が渡したお金で買ったのであろう、ハンドバッグを片手に、リビングを出ていく。憤りを募らせる余裕はなかった。頭がクラクラして、立っているのはかなり辛いが、今日はまだ何も食べていない。倒れそうになりながらも、なんとか雑炊を作り、けれど今は食欲がないから後で食べようと、力尽きたようにベッドへ倒れ込んだ。一応冷却シートを額に貼って、ペットボトル飲料も枕元に置いたから、少し眠ることにした。寝て起きたら、アスカへの失望から、私は一つの決意を固めた。彼女への罪悪感が完全に消えたわけではないが、こんな仕打ちはさすがに耐えられない。私は立花恵子。独身の頃は不動産会社に勤めていて、26歳の時に二つ年上の夫と職場結婚をした。私は結婚当初はすぐに退職する気はなかった。当時の私は任される案件も増えてきて仕事にやりがいを感じていた頃で、結婚してもせめてあと数年は続けたかったんだ。その後2年が過ぎた頃に妊娠し、これを機に悔いなく仕事を辞めた。そして可愛い可愛い男の子、蓮を出産。しばらくは子育てに奮闘していたが、蓮に手がかからなくなった頃に、自宅から歩いてすぐの大型スーパーでパート勤めを始めた。一人息子の蓮も立派に成長し、大学進学と同時に彼は家を出たため、現在は夫と二人暮らし。蓮は大学の経済学部を卒業後、大手の外資系企業に就職した。はじめこそ不安や緊張があったようだが、上司のサポートを受けて、入社1年目から着々と実績を積み、周囲の信頼を勝ち取っていった。そんな蓮も今年で28歳。早いもので結婚当時の夫と同じ年になった。外資系の企業というのは、能力のある人材を高く正しく評価する職場らしく、蓮は一年か二年後には昇進が期待できるかもしれないそうだ。夫と私にとって、蓮は自慢の息子である。夫はあと数年経てば仕事を定年退職する。老後は若い頃に二人で旅行した思い出の土地を巡ったり、自由気ままに夫婦仲良く暮らしていくつもりだ。大きな悩みも抱えず、先の未来を想像しながら日々を過ごしていた。夫の職場から私に連絡が入ったのは、そんなある日のことだ。普段通り出勤し、仕事をしていた最中に突然倒れて意識を失った。すぐに病院に運ばれたが、私が駆けつけた時には、もう帰らぬ人となっていた。急性の心筋梗塞だったらしい。夫は持病がなく、タバコも吸わなかったから、ストレスが要因かもしれなかったが、そういったことを考える余裕は私にはなかった。長年連れ添った夫が
突然亡くなったショックがあまりにも強く、気持ちの整理が全くできないまま葬儀を取り行うこととなった。その後しばらくは抜け殻のようになってしまって、パートにも出られず休みをもらったが、家に一人でいるとどうしても夫のことを思い出してしまう。涙が止まらなくて、ほとんど眠れない日々が何日も続いた。そんな状態の私を息子夫婦は心配して、何度も様子を見にやってきた。蓮が結婚したのは一年半前。嫁のアスカとの出会いは学生時代まで遡り、大学二年生の時に蓮の友人が主催した飲み会の席でのことだったそうだ。アスカは当時別の大学に通っており、蓮とは同い年。蓮は明るく礼儀正しい彼女に惹かれて、一定期間友人として付き合って仲を深めた後、大学3年生に上がってすぐに交際を申し込んだと聞いている。アスカは早く結婚したがっていたようだが、蓮が数年は仕事に専念したいと譲らず、心に余裕が出てきた頃を見計らって席を入れたのだ。結婚直後のように相変わらず仲睦まじい息子夫婦は、どうにか私を元気づけようと励まし続けてくれた。しかし、憔悴しきった私にできたのは、曖昧に返事をすることだけだ。母さん、もう見てられないよ。実はアスカと話し合ったんだ。母さんを一人にするのは嫌だから、俺たちこの家で暮らすことにしたよ。え？息子夫婦が頻繁に訪れるようになってから数日後、蓮から同居の提案をされたのは、夫の初七日を終えた後のことだった。お母さん、このままじゃ倒れちゃいますよ。アスカも心配そうに声をかけてくる。申し出はありがたかったが、私は渋った。でも、あなたたちに迷惑はかけられないわ。迷惑なもんか。父さんを亡くしてすぐに母さんまで倒れるなんて、俺は絶対嫌だからね。蓮とアスカは主張を譲らなかった。私がきっぱり断らなかったため、その日のうちに彼らは同居の準備を開始した。夫と長く暮らしてきた今の家を私が離れたくないと察したのだろう。蓮にしてみれば実家だ。蓮はこの家に帰ってくると決め、それまで住んでいたアパートをすぐに引き払ったそうだ。部屋の退去日までまだ日数があるうちからここに引っ越してきた。息子夫婦の半ば強引な行動に初めは戸惑ったが、三人での同居生活が始まった後、彼らはいつだって私を気遣ってくれた。蓮はもちろん、結婚と同時に仕事を辞めて、今は専業主婦のアスカは、率先して家事を引き受けてくれている。二人のサポートがあって、私は以前のように笑えるようになり、気持ちが落ち着いた頃を見計らって、パートにも復帰した。夫を失った悲しみから立ち直れたのは、蓮とアスカのおかげだ。感謝してもしきれない。そうして息子夫婦との関係も良好を保ったまま、何不自由ない暮らしが2年ほど続いた。蓮から仕事に関する嬉しい知らせを聞いたのは、そんな時だ。ついに昇進が決まり、それに伴って、勤務地が変わる運びとなったようだ。短期で海外への栄転が決まったと、蓮は感極まりながら教えてくれた。転勤先は今の職場よりも規模が大きく、蓮はかなり期待されているらしい。私もアスカも自分のことのように喜んだ。息子夫婦は今後について話し合い、その結果、私を一人にはしたくないと意見が一致したみたいだった。そのため、アスカはうちに残ることになった。アスカさん、ごめんなさいね。本当はあなただって蓮と一緒に行きたいでしょうに。いいんですよ。
お母さんに寂しい思いはさせたくないもの。アスカは不満も何もない顔でにっこり笑った。本当に彼らには助けられてばかりだ。レンから報告を聞いた日、夕食の席でお祝いをした。アスカに手伝ってもらって、レンの大好物を揃えて。大いに喜んでくれたレンは、その後、胸を張って海外に旅立っていた。アスカの様子が変貌したのは、レンが海外に向かった翌日からだ。普段なら早めに起きて朝食の準備に取り掛かっているはずの彼女が、まだ寝室から出てこない。私はもうすぐパートで家を出なければならないというのに。時間がない中で朝ごはんを用意している最中、アスカがリビングにやってきた。髪はボサボサで不機嫌そうな表情。たった今起きたと言わなくてもわかる状態に目を見張る。どうしたの?と声をかけてみたが返事はなかった。何これ?質素すぎない?簡単に作った二人分の朝ごはんをテーブルに並べると、先に椅子に座っていたアスカが嫌そうな顔をする。おかしい、とこの時点で思った。昨日までとは、まるで別人であるかのような態度に困惑を隠せない。ぶつぶつと文句を並べるアスカを視界に入れながら取る食事はほとんど味が感じられなかった。アスカは食べ終えると食器を下げるでもなくさっさと席を立った。アスカさん、洗い物をお願いしてもいいかしら?私そろそろパートに行かなくちゃ。なんで私が?それくらいお母さんがやっといてくださいよ。え?あからさまに面倒そうな、そっけない答え。驚いて反論を口に出せないうちに、アスカは洗面所に行ってしまう。呆然としながらも、なんとか時間内に食器を洗った私は、不安を抱えながら家を出た。アスカからは、行ってらっしゃいの一言もなかった。一体どうしたというのか。何か彼女を怒らせるようなことをしてしまったかと思ったが、心当たりは浮かばない。午後になってパートが終わり帰宅してみると、アスカは不在だった。今日はどこかへ出かける用事があると言っていただろうか。ふと洗濯物が溜まっていることに気づく。今の時間はいつもなら、アスカは家事をやっているはずだ。午前中に洗濯機を回し、午後から掃除機をかける。同居開始直後、パートから帰ってきた私が掃除機をかけようとして、これからは私がやりますよ、と笑顔で言った彼女の姿が、バラバラに砕けていくかのようだった。レンが残していった洗濯物も何枚か溜まっている。アスカは急用が入ったのかもしれない。そう自分に言い聞かせながら、私は家族三人分の洗濯を済ませた。そして夕方になり、晩ご飯の準備を始める時間帯を過ぎても、アスカは帰ってこなかった。彼女が帰宅したのは、私が夕飯を作っている最中だ。普段よりもしっかりと化粧をし、よそ行きのおしゃれな服を着ていた。上機嫌そうだったが、私を見た途端、表情が消える。あら?まだご飯できてないの?私お腹空いてるのに。困惑は膨れ上がるばかりで、私は彼女を振り返った。もう少しかかるから、洗濯物を取り込んでおいてくれる?いやよ。お母さんがやればいいじゃないですか。うざったそうに答えるアスカ。あなた、今日変よ。どうしたの?不審がる私に、彼女は鼻で笑った。変じゃないですよ。むしろ気分がいいんです、私。何を言ってるの?あの人がいなくなって、窮屈な生活から解放されたんだもの。せいせいしたわ。開き直ったような態度。
あの人とは、レンのことだろうか。それからアスカは、派手な口紅を塗った唇に、にやりと嫌な笑いを浮かべ、これまで溜め込んだ鬱憤を全部吐き出すように語り始めた。私がレンと結婚したのは、あの人が一流企業に勤めていて昇進が期待できたからです。きっと一生お金に困らない生活が送れると思って。それがなかったら、誰があんな男と結婚なんかするもんですか。あんなって、あなたね。大事な息子をあんな男呼ばわりされ、私は怒りがこみ上げた。だがアスカはひるまず、それどころか楽しそうにニヤニヤ笑い、さらに続ける。だって、あの人融通が効かないんだもの。海外に行ってくれたおかげで、私は自由になれたわ。最高の気分よ。言い切ったアスカの勝ち誇ったような高笑いが、家全体に響き渡る。アスカはひとしきり笑った後、急に静かになって、下げすむような視線を私に向けてきた。それからね、私がお母さんとの同居に賛成したのは、家事が楽になると思ったからですよ。あの男、いつもいろいろ口出ししてきて手が抜けなかったのよね。うざかったわ。私は目の前が真っ暗になりかけた。言い返してやりたいのに、言葉が何も出てこない。怒り以上の絶望が私の全身を覆っていく。アスカがずっとそんなことを考えていたなんて。彼女は今まで息子の前で言いこぶって本性を隠していたんだ。だからこれから私は思う存分楽をさせてもらいます。まあ、あの人が帰ってきたらまた考えるけど、いない間はうちのことよろしくお願いしますね、お母さん。そんな、私パートもあるのよ。時間はあなたの方が。あるでしょう、と訴える前に、アスカが言葉をかぶせてきた。あのね、私はお父さんが亡くなった時、お母さんの面倒を見てきたじゃないですか。今まで苦労をかけてきた嫁に楽をさせてやろうって思わないんですか？それは確かに、アスカの言う通りだ。苦労をかけた事実は間違いなく、私は反論できなかった。その日を境に、アスカの行動は、徐々にエスカレートしていった。宣言通り、彼女は家事をやらずに日々遊び歩いている。海外にいるレンからは、月々決まった額の生活費が送られてくることになっているが、それも一度目の送金の時点でアスカにすべて奪われた。あの様子では、今後も毎月レンの給料が取り上げられてしまうだろう。何とかしたくても、彼女のひどい行動を、私一人の力では止められそうにない。アスカは毎日毎日違う友人を誘って外食に出かけたり、ブランド物の服やカバン、高い化粧品などを買い漁っている。彼女はうちのことを全く顧みない。今のところ生活費はどうにか私のパートの給料でやりくりできている。しかし、アスカの散財が落ち着かなければ、今後は亡くなった夫とコツコツ貯めていた老後の資金を崩していかないとならないだろう。どうか落ち着いてほしいという私の願いも虚しく、彼女が毎月レンから送られてくるお金を全部使い果たすのは当たり前となった。そして使えるお金がなくなると、次は同居している家族だからと理由をつけて私を頼ってくる。お母さん、お金ちょうだい？貸してと言わないあたり、返す気は全くないのだろう。確かに、これまでアスカには苦労をかけたため、返す気がないと分かっても、罪悪感に負けてしまい、断れなかった。私はついに貯蓄を切り崩し、アスカからねだられるたびに渡した。もちろん、そんなことを続けていれば、生活が苦しくなる一方だ。しかし、このままでは暮らしていけなくなると訴えても、彼女は全く聞く耳を持たない。じゃあ仕事増やせば、と他人事のように流すだけだ。このままでは
レンにも面目が立たないと思い、私はアスカが言った通り、パートを掛け持ちすることにした。その上、家事もすべて行うとなれば、年のこともあって、体が耐えきれずに悲鳴を上げるのは必然だった。半年ほど経った頃、私は高熱を出してしまった。計測を終えたデジタル体温計には39度5分と表示されている。意識が朦朧として起き上がるのも億劫だった。けれど、なんとか力を振り絞って、リビングでくつろいでいるはずのアスカに声をかけに向かった。アスカさん、ちょっと私、体調を崩してしまったみたいなのよ。熱が高くて、申し訳ないけど、薬を買ってきてもらえないかしら。どこかへ出かける予定だったのか、綺麗に身支度を整えたアスカが、怪訝そうに私を見た。なんで私が、と彼女の目が言っている。できれば病院に行きたいのだが、一人では外に出られそうもない。アスカだってきっと連れて行ってはくれないだろう。ならせめて解熱剤だけでも飲んでおきたかった。買い置きがあればよかったのだが、あいにく切らしてしまっている。知らないわよ。他人の世話なんかできません。私忙しいの。これから友達とランチだし。じゃあね、お大事に、と、あまりにも無情に言い放ったアスカが、きっと私が渡したお金で買ったのであろう、ハンドバッグを片手に、リビングを出ていく。怒りを募らせる余裕はなかった。頭がクラクラして、立っているのはかなり辛いが、今日はまだ何も食べていない。倒れそうになりながらも、なんとか雑炊を作ったが、今は食欲がない。後で食べようと、私は力尽きたように、ベッドへ倒れ込んだ。一応冷却シートを額に貼って、ペットボトル飲料も枕元に置いたから、少し眠ることにした。寝て起きたら。アスカへの失望から、私は一つの決意を固めた。彼女への罪悪感が完全に消えたわけではないが、こんな仕打ちはさすがに耐えられない。結局この日は熱が一向に下がらず、ほとんどベッドから出られなかった。私が寝込んでいる間、アスカは帰宅せず、連絡も一切よこしてこなかった。私が高熱を出して寝込んでから3日後、アスカから連絡が入ったのは、ようやく全身のだるさがなくなってきた時だ。お母さん、ねえ、父が倒れたの、お願い、助けて。私たち家族でしょ？電話に出た瞬間聞こえてきたのは、切羽詰まったアスカの甲高い声。日が動転しているらしい涙混じりの彼女の声を聞いても、私の感情は全く動かなかった。だから何？と思わず漏らした本音は、アスカの耳にも届いたようだ。何って、そんな言い方ないじゃない。あなただって、同じようなこと何度も私に言ったわよね。申し訳ないけど、もう他人だから。家族でもない人の面倒は見れないわ。他人ですって？私はあんたのとこの嫁よ。嫁が困ってるのに見捨てる気？自分がこれまでしてきたことは棚にあげ、アスカは私を口汚く罵ってくる。受話器を突き抜けるほど大きな雑言を、私は遠い世界の出来事のように黙って聞いていた。ふざけんじゃないわよ。今から帰るからお金用意しといてよね。入院費出してもらうわ。絶対用意して待っときなさいよ。アスカは一方的に怒鳴って電話を切った。静かに受話器を置いた私は、ため息をついてから後ろを振り返り、疲れたような苦笑を浮かべた。数時間後、家の玄関が乱暴に開かれ、荒い足音がリビングに近づいてくる。やってきたのはもちろんアスカだった。お金は用意できてるんでしょう。ね。リビングのドアを開きながら叫んだアスカの声が、
次第に小さくなっていく。まるで目の前に広がる光景が信じられないというように、唖然とした表情。それもそのはず。私の隣には海外にいるはずの彼女の夫がいたのだから。あなた、どうしてここに？青ざめるアスカをよそに、息子のレンは怒りから肩を小刻みに震わせている。実の妻を憎い仇として認識したかのように、睨みつけるレン。こんな息子の姿なんて、私は初めて目の当たりにした。どうして？とアスカが驚くのはもっともだ。実は、彼女の本性を知った直後から、私はたびたび、レンに国際電話をかけて相談していたのだ。夫がいないことで、身勝手に振る舞うアスカの態度を打ち明けたとき、レンは最初、信じられないといった反応を見せた。当然だとは思うし、私一人で解決できるのなら、息子にまで迷惑はかけられないと悩んだが、お金の問題が絡んでくると、そうも言っていられない。帰国した後の息子の幸せについて考えた結果、全部話すしかないと思ったのだ。最近までアスカの話には半信半疑のままのレンだったが、どうやら私を心配して、海外での仕事を終わらせると、早めにこっちへ戻ってきたそうだ。ちょうど、私が寝込んだ日に。家に着く前に電話をくれたようなのだが、高熱にうなされていたためか、全く気づけなかった。変だなと思いつつ帰宅したレンが、私を見つけて看病してくれた合間に、アスカのことを話したんだ。彼が急いで薬を買ってきてくれたおかげで、熱は翌日には下がった。それでも体がだるくて、今日になるまでベッドから起き上がれなかったけれど。母さんから話は聞いてたけど、ここまでひどいとは。ごめん、母さん。帰宅した直後、レンは私に謝罪し、アスカに対しては激しく失望していた。あなたが謝ることではないと言ったのだが、レンは首を振って、俺にも責任があるとはっきり答え、その日のうちにアスカとの離婚を決めたのだった。数日前のそうしたやりとりなど知る由もないアスカは混乱するばかりで、レンがなぜここにいるのか、未だに理解が及ばないらしい。アスカの近くまで迫り寄ったレンは、彼女に向かって一枚の紙を突きつけた。もうお前とは暮らせない。お前の実の母親じゃないにしても、家族を無下に扱うような奴とはこの先無理だ。目の前に出された紙が離婚届だとわかると、アスカは全身をブルブルと震わせ始める。私は、さっき、お前がかけてきた電話の内容も聞いていた。都合が悪くなった時だけ母さんを頼るな。お前にくれてやる金はもうない。レンに詰め寄られ、アスカは言い逃れできないと諦めたのか、唇をわななかせながらも離婚届にサインを済ませた。結局、息子のこともただの優秀な金づるだと思っていたんだろう。レンは、アスカの名が書かれた離婚届を眺めて、小さくうなずいてから、再び彼女を睨みつける。お前が使い込んだ分の金もきっちり返してもらうからな。返せるわけないでしょ？収入もないのにどうやって？買い漁ったブランド品を売ればいくらか足しになるだろう。足りない分は働いて返せ。お前だって母さんにパートを掛け持ちさせたんだから。それでも返す気がないなら、弁護士に相談させてもらう。弁護士という単語を出された瞬間、アスカは恐怖からか目に涙をにじませた。もしも民事裁判に持ち込まれたら勝てないと、彼女もわかっているのだろう。わかったから、ちゃんと返すから。最終的に返済の約束をしたアスカは、それ以上は何も言わずに、この家を出て行った。翌日、レンは迷うことなく、役所に離婚届を提出し、アスカとの離婚が成立したのだった。夫を失ってお金の出どころもなくなったアスカは、その後、私たちへの返済と、父親の入院費を稼ぐために、
仕事をいくつか始めたらしい。だが一向になれず、さらに父親の介護との両立が難しくて苦しい生活を送っているそうだ。向こうの家には母親がおらず、家族は娘と父の二人だけ。アスカの父親とは何度か顔を合わせたことがあるが、性格にかなり難が見られた印象だった。しかし彼女の本性を知った後となっては、それも当然のように感じる。わがままな父親に振り回され、介護には苦労を強いられているみたいだが、同情を寄せるつもりはない。彼女のことよりも、私は息子の蓮に対して申し訳ない気持ちが勝っていた。私のせいで離婚という形になってしまったんだ。母さん、あまり気に病まないで。アスカの本性が知れたんだ。俺はこの結果でよかったよ。もし知らないまま結婚を続けていたら、もっとたくさん母さんに負担をかけていたかもしれない。と言って、私に笑いかけてくれた蓮の表情は晴れ晴れとしていて、嫁のことは吹っ切れた様子だ。息子の言葉を聞いてようやく、私は肩の荷が降りたように思えた。蓮は海外から戻った後も、順調に仕事をこなして、昇進を続けていった。近々、大きな企画を任されるらしい。夕飯の席で嬉しそうに語った彼は、今の仕事にやりがいを感じ、楽しくてたまらないようだ。それならよかったと私は胸をなでおろし、その後生活が落ち着いた頃を見計らって、一人暮らしを再開した。蓮と話し合い、あなたには迷惑をかけられないと正直に伝えたのだ。アスカとその父親の影響が強かった。私は絶対に彼女たちのようにはなりたくない。生活費のことを考えてパートの掛け持ちは続けようと思ったが、蓮は毎月うちにお金を入れるから一つに戻してほしいと言って譲らなかった。もう年が年だから、体のことをおもんぱかってくれたのだろう。私は素直に申し出を受け入れた。蓮はうちの近い場所に部屋を借りて、休日になると二人で夕飯を食べながら話をしたりして一緒に過ごしている。しばらく再婚はしなくていいかな、と困ったように笑いながら話してくれた日もあった。アスカに取り上げられた分のお金が、十分手元に戻ってきた頃、私はパートの休みを利用して近場へ一泊二日の旅行に出かけるようになった。かつて夫と一緒に行こうと約束した思い出の場所をゆっくり一人で巡ろうと決めたのだ。老後を迎えてまとまった時間ができたら遠方にも足を運ぶ予定でいる。そうした未来を描きながら、現在は自由気ままに楽しく一人暮らしを満喫中だ。山菜採りに行った山の中で置き去りにされた私と孫、すべては卑劣な娘婿の策略だった。絶望の淵に沈みかけていた私を救ったのは死んだはずの娘だった。天は正しい方に味方する、そんな話。ばあば、そっち行っちゃダメだよ。うっそうとした夜の森の中、ともすれば年齢不相応な9歳の孫の鋭い声だった。我に返る。ママがこっちに来るなって。再度の鋭い声にあたりを見渡すと、眼前には一面の強竹桃が生い茂っていた。美しかった。でも、その花々の先は、急な渓谷になっていた。もし、強竹島に惑わされて、足をさらに踏み入れたなら、私たちはそのまま、奈落を経由して、あの世へ召されていたはずだ。すべて、そのつもりだったのだろう、あの男は。でも、天は悪に味方しない。娘が助けてくれたのだ、私と孫を。ありがとう、ムツキ。孫の小さな手は誰よりも頼もしかった。
夫を癌で早くに亡くした私、金井百合子は、女手一つで娘のひろみを育て上げた。娘は、父親がいない寂しさをみじんも見せず、パートを掛け持ちする私を精一杯手伝ってくれた。清らかにまっすぐ育った、よくできた娘だった。ひろみに寂しい思いをさせまい、娘との時間を最も大切にした。娘は草花が大好きだったこともあり、時間ができた時はしばしば二人でハイキングへ出かけた。ある日の山の中、桃色の見知らぬ美しい花が生い茂っているのを見た。手を伸ばすと慌てて娘が言った。ああ、ダメよお母さん、その花に触っちゃ。どうしてだい？こんなに綺麗なのに？しぶしぶながら手を引っ込める。説明してくれる声。それはね、キョウチクトっていう花。綺麗だけど、すごい毒があるのよ。恐ろしい。草花に関する娘の知識は、玄人はだしだった。親としては、それを活かせる仕事がないものか、とは思ったものの、そうそう簡単にはいかなかった。私、学者って柄じゃないわよ。それに、あんまりお金になりそうじゃないでしょ。娘は笑った。実利的に考えてくれるのは、ある意味では安心できたけれど、少しもったいないかなと思った。ひろみは高校を出た後、とある運送会社の事務として就職した。その会社で、一回りも年は違ったものの、一人のドライバーと出会い、結婚した。それが、関口健二だった。ほどなくして、孫の睦月を授かった。元気な男の子だ。ただ、仮にも、娘婿をあまり悪く言いたくはないけれど、賢治は父親としてはかなり問題があった。仕事が長距離ドライバーということもあってか、稼ぎはそこそこあったものの、必要最低限のお金を家に納めた後、残りは全部週末のギャンブルで使い果たしていたのだ。私は何度も賢治に注意した。ギャンブルなんかやめなさい。儲かることなんてありえないのよ。ああ、はいはい。わかったよ。次で最後にするから。その最後が守られることはなかった。話を聞いていないことに腹が立ったものの、介入の余地はほとんどなかった。育児についても、賢治は消極的なのだ。確かに忙しいこともあったにせよ、ろくに息子の面倒を見ず、ほぼ娘に丸投げしていた。当然、娘一人では無理がある。私も可能な限り孫の面倒を見た。ある日のこと、娘から電話があった。思い詰めた様子で言った。お母さん、そっちに厄介になれない？ちょっと、もういろいろ難しくなって、貯金もないし。困っている娘を誰が放っておけるだろう。どうせ、という言い方はおかしいにせよ、今の家は一人で暮らすには広すぎる。同居するぐらい簡単なことだった。そして、娘一家がやってきた。娘も去ることながら、孫が一緒にいるというのは嬉しかった。賢治は相変わらずだ。なんだか、この家に最初からいたような無遠慮ぶりで。なおかつ、生活態度も改めなかった。不在がちの父親に代わり、私は全力で睦月の面倒を見ることにした。孫にはいろいろなことを教えた。睦月の理解力は我が孫ながらとても優れていた。末は博士かと思われた。そんな様子を娘は微笑ましく見ていた。もちろん娘も私に世話を任せきっていたわけではない。娘は睦月に植物の知識を教え込み、図鑑まで買って与えた。母親に似たのか、睦月はどんな知識もどんどん吸収しているようだった。だが、不幸は突然襲ってくるものだ。順調に睦月が成長し、ランドセルを背負うよりも前に娘が倒れた。当然のごとく、娘は緊急搬送され、そのまま入院した。私の夫を奪ったのと同じ、癌だった。恨めしいことに、若いからかなのか、病気の進行は早かった。気が気ではなく、毎日のように見舞いに行った。ママ、大丈夫？平気よ、睦月。
すぐに元気になるから、また遊ぼうね。うん。自分の息子を心配させまいとする嘘なのが分かった。ムツキがいないとき、娘は悟ったような笑みを浮かべていったのだ。お母さん、ムツキをよろしくね。迷惑をかけちゃうけど。弱気なこと言うんじゃないよ。自分の体のことだもの、自分が一番よく分かってるわ。気合や根性で病気は治らないでしょ。悔しいながら真理だった。私は何も返せなかった。それにしても、父親は何をしてるのかしら。妻が伏せってるっていうのに。きっと、忙しいのよ。そう。夫のケンジは一度も見舞いに来なかった。後になった分かった話だと、仕事をしていたのは事実だったにせよ、やはりギャンブルに明け暮れていたということだった。あんなひどい男とは別れたら？ひどくなんかないわよ。ちょっと頼りないだけ。あの人、私がいないとダメなのよ。困ったように笑う娘の顔が痛ましくて仕方がなかった。残念ながら男を見る目がなかったようだ。ただ、この点については、いかに身内であれ、当人同士にしかわからないことでもある。だから、それ以上は言わなかった。そして神は無情だった。闘病生活の末、娘は息を引き取った。泣いた。運命の不条理を呪った。でも、どれほど泣こうが、あるいは神を恨もうが、娘が生き返るはずもない。時の流れは残酷で、葬式の日はなんてことなく訪れてしまったのだ。葬式の席で、ムツキは状況を理解していなかった。それはそうだろう。まだ小学校低学年の子供に死を理解しろというのは酷な話だ。ばあば、ママは？ママはね、遠いところにお出かけしたのよ。いつ帰ってくるの？さあ、ね。ムツキにはそういうのが精一杯だった。そしてケンジは、妻が死んだというのに、一粒の涙も流さなかったどころか、葬式がいかにも面倒くさそうにずっとスマホをいじっていた。式が終わって、ケンジは臆面もなく言った。やれやれ、ああ、辛気臭かった。とっとと仮装して、それで終わりにすりゃいいものを、なんでこう無駄に隠し気張ってるんだか、馬鹿らしい。死者を悼む気持ちというのが、何週か回って素晴らしいほどになかった。とても妻を亡くしたばかりの夫のセリフとは思えない。人間性を疑うしかなかった。娘を亡くしたショックから、私が立ち直るにはかなりの時間がかかった。喪に服している間に、私は71歳の誕生日を迎えたのだけれど、到底祝う気にはなれなかった。一方のケンジは、あたかも妻など最初からいなかったかのように、全くケロリとしていたのだ。仕事も普通にやっている様子だったし、ギャンブルもやめなかった。家にはほぼ眠りに来るだけ。それは、やっと私が立ち直りかけていた頃だった。ある日の週末、不意にケンジが口を開く。あのさ、母さん。俺職場でいい山菜が取れる穴場を聞いたんだよ。母さんの山菜ご飯が食べたいからさ、行かないか？別に材料さえあれば山菜ご飯を炊くことぐらいどうということはない。それよりも滅多に話しかけてこないケンジが笑いながらそう言ったことに妙な疑問を覚えていた。気づけばよかった。この笑顔の意味を。でも、その時はわからなかった。お出かけ！わーい！行こう行こう！はしゃぐムツキはもう9歳になっていた。かわいい盛りだ。こう喜ばれては、そう簡単に嫌とは言えない。結局、午後の遅い時間になってから、ケンジが運転する車に乗って、その穴場だという山へと向かった。自宅から2時間ほど車で走っただろうか。人里離れた山のふもとで泊まり、私たちは車を降りた。俺は山菜取りって柄じゃないから、ここで待っとくよ。ばあば、早く！はいはい、
じゃあ行きましょうか。獣道を分け入り、私とムスキは山を登っていった。すごい。感覚的に山の中腹あたりだろうか。私は声に出して驚いていた。種々様々な山菜が、もう取り放題と言っていいほどに生えていた。すごいわ。これはすごい。さあ、ムツキ、取るわよ。うん。ふと気になって、今いる場所からふもとを見た。ケンジの車がかなり遠くに見えた。信じたのが愚かだったのだけれど、やはり気づかなかった。それよりも私は目の前に広がっている宝の山にすっかり心を奪われていた。ゼンマイ、ワラビ、タラの芽、フキに、なんならキノコ類まであった。孫と二人夢中になった。さほど期待していなかった分、いい意味で予想を裏切られた。持ってきた小さなビニール袋はすぐにいっぱいになった。と、その時だった。車のエンジン音がした。見るとケンジの車が猛スピードで去っていった。な驚き焦った。唯一の交通手段が断たれては帰る術がない。何を考えているのか、どういうつもりなのか。パニックになる。ただ、ひとしきり慌てた後、ふと思い当たる節があった。そういうこと、か。奇妙なまでに合点がいったのだ。私は自分に生命保険をかけている。金額はかなりのものになっているはず。死亡時の保険金の受け取り人は娘のひろみにしていたが、娘が亡くなり、必然的に受け取り人をケンジにした。その他、ひろみの分を含めた財産や自宅がある。持ち家だから今の名義は私だけれど、私の亡き後はケンジ名義になる。要するにはめられたわけだ。私とムツキを亡き者にして、すべてをかすめ取ろうという算段。非道な話だ。同じ血の通った人間の所業とは思えなかった。気づいた時には全てが遅かった。日がもう傾きかけている。出発を遅らせたのもこれが狙いだったのだろう。次第にあたりが薄暗くなってきて心細くなってきた。悔しかった。そもそもあんな男を信じた方が悪かったのだ。しかし後悔は後にも先にも役にも立たない。携帯電話を荷物から出した。愕然とした。無情なる、県外の表示に、万事休すだった。ただ、柵が尽きたからといって、座して死を待つほど、私もお人よしではない。あがいた。山の中を孫とさまよった。でも、それは墓穴を掘ることにしかならなかった。来た道が、もうすっかりわからなくなっていた。そもそもからして、獣道だったこともあり、なおのことわからない。明かりもない夜の森の中、心細くて年がいもなく涙が出てきそうだ。自分を鼓舞すべく孫の手をしっかり握る。右か左か、前か後ろか、全くわからない。見渡しても一面の闇、闇に食われる、と思った。と、そんな闇の中、ぼんやりとした薄桃色の花々を見た。いざなわれるかのようにそちらへ向かった。ばあば、そっちへ行っちゃダメだよ。ともすれば、年齢不相応な9歳の孫の鋭い声に我に返る。ママがこっちに来るなって。再度の鋭い声。眼前には一面の凶竹刀が生い茂っていた。美しかった。でも、その花々の先は、急な渓谷になっていた。もし、凶竹刀に惑わされて、足をさらに踏み入れたなら、私たちはそのまま、奈落を経由して、あの世へ召されていたはずだ。それを、ムツキが止めてくれたわけだ。凶竹刀、娘との思い出の花だ。よく見ると、それはまるで、境界線を引くように並んで生えていた。ちらっと覗き込むと、やはりその先は急な勾配になっていた。この花の線を越えれば、まず間違いなく娘のいる天国へ行ってしまう。ぞっとした気分で私はきびすを返した。
ばあば、あの花は凶竹刀って言ってね、毒があるんだよ。だから触っちゃダメなんだ。よく知ってるわね、ムツキ。偉いわ。亡き娘の教育を誇りに思った。ムツキの将来は、やはり学者か博士だろうと思われた。ばあば、あっち。ふと、ムツキが指さす方向を見ると、点々と凶竹刀が生えていた。あの通りに行けばいいよ。なぜか、確信めいて言うムツキ。小学生には思えない口調だった。根拠なんてないはずなのに、信じるに値すると直感で理解した。意を決し、歩を進めた。それは不思議な光景だった。闇の中、光るはずもない野生の花が闇の中にはっきり浮かび上がっていた。そう、まるで道しるべのように。次第に山を下っている感覚を覚える。凶竹刀の目印がなくなった頃、出口が見えていた。ようやく私たちは山を脱出できた。何時間歩いただろうか。そろそろ限界が近いと思っていた頃、人が住んでいるとおぼしきところまで来た。住人に助けを求めると、親切なことにタクシーを呼んでもらえた。ためらわず乗って家に帰る。車中、あまりの疲労感で、ムツキともども泥のように眠った。お客さん、着きましたよ。この辺りですか。あ、運転手さんに起こされて我に帰った。外は見慣れた風景だった。ああ、ここで結構です。ありがとうございました。運賃を払い、タクシーを降りた。もう深夜だったが、家の明かりはまだついていた。玄関をくぐると酒の匂いがした。ただいま。今では、ケンジが一人酒を飲んでいた。上機嫌そのものだった顔が、私の顔を見て引きつった。なんで生きて？決定的な一言だった。やはりこの男は私を殺すつもりだったのだ。確かに山菜の宝庫だったわ。たんと召し上がれ。私は持っていた山菜の袋をケンジの蒼白な顔面に力いっぱい投げつけた。そしてすぐさま警察に通報する。ケンジは即逮捕された。畜生が、なんで生きてるんだよ、クソが。連行される際の最後のセリフがそれだった。どこまでも欲の皮が突っ張っている。クソはどっちなんだか。予想通り、ケンジの動機はすべての金をギャンブルにつぎ込んで、それでも足りなかったがゆえの保険金目当てだった。さらには、会社の金をも使い込んでいたことが発覚し、罪状に業務上横領が加わった。その上、ムツキを授かった頃から愛人がいて、その女と再婚をするつもりだったらしい。さすがの私も愛人の顔まで知らないものの、どうせまた虫のように寄生して全てを吸い尽くすつもりだったんだろう。どうしてこんな男に娘がなびいたのかがまるでわからなかった。いずれにせよ、もはや立てる義理もなければ振りまく愛想も必要ない。その後、ケンジは正式に裁判にかけられ、反省の態度が全く見られないことなどから、執行猶予なしの実刑判決が下り、刑務所行きになった。やっと清々した。あの時、凶竹刀を使って私を導き、助けてくれたのは、娘のヒロミだったのだろう。そうとしか考えられなかった。ありがとう、ヒロミ。仏間で静かに手を合わせた。そして、それから月日が流れ、ムツキはすくすくと育っていった。小学生を出て、中学生になり、高校生になった。すっかり大人びた彼は、ヒロミに似た優しい目と、亡き夫によく似た手の形をしていた。幸いなことに、あの男に似た部分はどこもなかった。夏のお盆のある日、太陽がじりじりとアスファルトを照らす中、ヒロミの墓参りにムツキと言った。めっきり足腰が弱くなった私を彼が気遣ってくれる。ばあば、歩ける？ありがとうね、ムツキ。差し出された手をそっと握る。
あの時、京畜島の森の中で握った手は、大きくなっても変わらず頼もしく優しかった。後日談ではあるけれど、睦月は後に植物学の博士号を取り、その道を極めることになる。一方の賢治は、懲役刑になったものの、出所後、まるで懲りた様子がなく、窃盗の罪を犯し、再度逮捕、起訴される。何度刑務所に入っても、とことん懲りなかった。私にかけられていた保険金は、受取人を睦月にした。同時に、自宅の名義も同じく睦月に。その後の私は、90歳まで生きることになる。睦月は、27歳になっていた。戦術の通り、植物学の博士号を取り、その深い知識からすでに名を馳せつつある。孫はしっかり父親を反面教師として捉えていた。吟味するという言い方はおかしいけれど、いい相手を見つけ結婚した。私はひ孫の顔を病床で見た。女の子だった。眼差しの優しさは父親譲りだ。また手の形も私の夫に似ていた。睦月の嫁はとてもよくできた女性だったから、もう思い残すことはなかった。ばあば、ありがとう。なあに、急に。私が入院している病院へお見舞いに来た睦月が、真面目な顔でそんなことを言った。言葉の意味がわからなかったが、孫は神妙に、でも微笑んだ。実は僕もよくわからないんだ。でも、ありがとう。どういたしまして。よ。そこで、私は永遠の眠りについた。その後、天国とおぼしきところで、娘のひろみに再会した。お疲れ様、お母さん。娘は笑顔だった。あの時のことを感謝せずにはいられなかった。あの時はありがとう、ひろみ。京畜島で教えてくれて。するとひろみは苦笑いを浮かべた。私も男を見る目がなかったわね。あの人があんなひどい奴だとは思わなかったわ。あの男は無事にお縄になったわ。でも全然懲りてないみたい。私がそう言うと、さすがのひろみも複雑な顔をした。なんだか恥ずかしいわね。あんな男と結婚したなんて。なかったことにしたいけど無理よね。でも心配はいらないわよ。睦月はあの男には全然似てないから。それなら安心ね。そこで私は気になっていたことを娘に聞いた。ところでどうしてあんな男になびいたの？その問いに娘はとても苦い顔をした。ちょっとね、私がお人よしすぎたのよ。あんまりにも頼りなさそうで放っておけなかったって思ったのがそもそもの間違いだったわ。時々優しくしてくれるからってそこで安心しちゃった。そしてひろみは続ける。その睦月は元気そう？ええ、しっかりしたお嫁さんを見つけて女の子を儲けたわ。欲を言えばひ孫の成長をもう少し見たかったんだけどね。ひろみは面白そうに笑った。お母さんも意外と欲張りね。悪いことじゃないけど。でも大丈夫よ。ここからでも家族の様子は見えるから。視線を落とすと、まさしく上から睦月たちが見えた。他ならぬ私自身が荼毘に付されて埋葬される様子は、なんだか不思議な感覚だった。ただ、睦月は悲しみに暮れてはいたものの、やがて再び前を向き、しっかりと歩み始めることになる。頼もしかった。これを面白いと言えるのかどうかはわからないけれど、上からは何でも見ることができた。あの男の様子もわかった。興味本位で眺めてみて少し後悔した。なぜなら、やはり奴は、証拠りもなく繰り返し罪を犯し、塀の中と外を忙しいまでに行ったり来たりしていたからだ。ここに来られると困るな、と思ったのだけれども、それはなかった。どうやら、閻魔様に裁かれに行ったらしい。
ムツキが博士として大成する様子も見た。誇らしかった。ひ孫の成長も嬉しかった。そのひ孫がさらに結婚して子供、私からすればやしゃごを設けるのも見た。子子孫孫がつつましいながらも堅実な営みをしているのはとても安心した。すべてあの時にひろみが私とムツキを助けてくれなければなかった未来だ。ひろみ、返す返すだけれど、あの時はありがとうね。どういたしまして、よ。